はい、小太郎塾や月教室の鴨下です。今日はですね、実際、転塾された方が、なぜ転塾することになったのか、っていうのをお話ししていきたいと思います。この方はですね、個別に通っていたんですけども、なかなか先生が回ってこないということで、実際何回かは、80分、90分の中で、一度も回ってこないということがあったらしいんですね。もうほぼ完全に自習のような状態ですよね。なので、お金を払っている意味がないということで、もちろん成績も上がらなかったので、転塾を希望されて、きました。で、先生が回ってこない理由というのもですね、いろいろあるかと思うんですけども、人が、先生がいなかったりですとか、そういったシステムですね。聞いたところによると、手を挙げないと回ってこない。先生来ない。というところもあるようなので、そういったところでもですね、実際、成績を上げていらっしゃるお子様もいます。そういった方はですね、本当にただ、学習習慣がないだけのお子様、そういった、そうですね、必要な時だけ先生が回ってくるというような塾が合ってる場合がありますので、その点も含めてですね、一度ご相談いただければなと思います。